すいません。で朝はちょっとすいませんなので今から、1時間ぐらい配信して、その後にあのまた夜配信します。今日は最終日なので頑張ります。であのホルモンとホルモン食べながら配信します。うんうんうん、美味しいです。こんにちは。年少組は時間限られるかしょうがないのまあそうですけどねね。すいませんあ、ひさまるさん、タコありがとう、タコありがとう雑すぎやろこれ大逆転期待してます。もうお、ね、ありがとうありがとう、おもろ。もうこのも最後まで頑張ります、最後まで頑張りますよ。諦めない心横にユーリン笑顔がいます。かわいいな照れてるわ照れてるやろ、うん、素直になれよ、うん、おもろ、うん、ねこねこさん、タコありがとう、ありがとうタコありがとう。今日は目の開きが悪いです。なあゆり寝起きなの今日？めっちゃ、うん、寝起き。うん、キンキャメさん、クマありがとう、ヒョウクマありがとう、ありがとう。うん、ガチのツイスさん、バラありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、朝やさん、ハートありがとう。朝やんさんな、朝なさんじゃないで、朝なさんに聞こえてなんかこっち見たからこれ、ゆうりのこと何でも分かるんですよ。そうなの、ありがとう、ハート。なんか言ってみ。こんにちは。え、ちゃうわ、質問やろ何言うてんねん、お前、こんにちはって何言うてんの。質問、誕生日はやばいんちゃうの。3月やで。ちゃうねん、何日やったっけ。7。うわ、惜しい。8？ うん、6？ うん、惜しくないやん。5。ハモった、ハーモニカ、ハーモニカやばくない、惜しくない。でもこの声、こう見えてあのカレンダーにちゃんとあのメンバー全員のあの誕生日をこう入れてるんです。えらくない、ゆうり。えらやろ、こう全員の誕生日をカレンダーにあの入れてんねおもろいやろ。でも覚えてないっていうの覚えてはないんですよ。ねえ、髪の毛がさ、こうピョンってなってんの、おもろいな、うん、ムッシーさん、ハートありがとう。これめっちゃ動くのおもろいな、ありがとう、ムッシーさん、ありがとう。ちょ、ここ刺されたんですよな、今の時期に香るんかみたいなさユーリに言われました名前似てるか、朝直しになろっかな。あかんで、あかんよな、ゆり言ったってゆりがさっきから巻き込んでんで、すいません、うん、あかんで、あかんで、ほんまにあかんで、あかんで。このはゆりより大きいの、うん、大きいで、心も大きい。ええ、ええ、あれあれ、それでえっていうのおかしい普通に、普通におかしいですよね、本当に
でも本当ゆり怒ったことある？誰に？誰かに。今まで生きてて怒ったことある？あるよ。え？兄弟。え？あるらしい。なんかゆりのさ怒ってるとこ見てみたいです。なんで？怒ってなさそうやん。まあそんな怒らんで。いいな、この結構怒るね。嘘やでみんな。でも喧嘩とかはさやっぱり家族とかやったらするよな。うん、うん、する。しゃあない、それは子供するから。あーやばすぎ。高菜おじさんハートありがとう、ハートありがとう。タコ丸さんすっきゃりすっかすっきゃりすっかり泣きキャラですね。いやそうやねんな、ほんまに。あそうや、でもあのナングラを一緒に考えないといけないんですよ皆さんと。いやこれ知らなくて、それ皆さんと考えるってこと知らなくて、じゃ一緒に考えましょう。あの14年前の自分にメッセージみたいな、ちょっと一緒に考えてください皆さん。ピロピロヒロシタンさん、ハートありがとう、ハートありがとう。えやばい、何これかわいい。キンキャメさん何やろこれ、クマ？クマ、クマかな。ありがとう、やったありがとうキンキャメさん、ありがとう。ちょ静電気起きてるかも。そうやねん、なピョンって立ってるやろ、うん、うんちゃうねん、うんちゃうやろ、うんちゃうやろ。大好きやでユーリいきなりユーリはでも大好きって言ってくれないんです。言ってる言ってる、言ってない、うん、そんないい子ぶらないでしかもユーリはなんかコノンって全然呼ばへんくて。え、呼ぶって名前、うんうん、基本的に人の名前言わないんですよだから自分からあんまりその人に行くことないんですよな、うん、出てきてもらうねんな、うん、うん、ずるいって。子供みんなから来てほしいけど、コノは行く側やねんな。うん、ユーリから来てな。いいよ、絶対持ってない。今鼻で笑われましたどう思いますかみんな、ひどすぎやろなあユーリ、うん、大好きやばい、大丈夫この配信ほんまにやばすぎるねんけどちょっとユーリと二人やからじゃあそれでほんま一回だけ名前呼んでくれて、でこのびっくりして。一回じゃない絶対、一回やし、一回ですけど、うん、一回ですよ、一回ですよ、うん、なんかびっくりしちゃったもん。くれたって言っちゃったもんな。ほんと人の名前は言わないとダメだよ。あでもさ配信行ったら呼んでくれるやん。コノンもギフト投げようかな。コノンコノンって、うん、おもろ。けむりさんハートありがとう、ハートありがとう。うんうん、ひさまるさんハートハートありがとう、ハートありがとう。あ、けむりさんハートありがとう、ひさまるさんハートありがとう、ありがとう。みんな今の時期やから蚊がおるんよ。やって、また蚊おるらしいで、うん、やば、夏じゃないの、やめてほしい。ちなっちゃんおんぱありがとう、ありがとう。この怒ってみてって言われた、ゆうりこんなこんなこんな可愛くないで。なんだやばい、うん、いや知らんけど可愛いですよ、ダメだぞっていう気まず、気まず。ゆうりのまましたりとダメだね。この前ユーリンとキフルンが立って並んでた時の
衝撃思い出すと笑うわやって何したん身長比べ、うん、身長比べおもろいねんけど全然違うかったなあ、no. うん、こう座ってたら大きく見えるけど、あれ有利座ってたらコモンはなんかあのなんかめっちゃ何コノよりちょっと身長高い人でもなんか座っ、ん？なんて言ったらいいの？あ、同じぐらいの身長の人がいるじゃないですか。もう座ったら絶対コノのがなんかちっちゃくなるね。なんで？姿勢悪いからかな。足長いからよ。え、長くないでほんまに。え、コノマジ長いで。ほんまに長くないで。うん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 、ほんまに長くない、長い、何を根拠に普通に見てて思う、思ってくれてんの、うん、嬉しい、もう大好きやばすぎる、でも衝撃って言われてるから、おもろいな今さっきみーちゃん劇場入っていったよやってみーちゃんみーちゃん配信見てくれるかな何を言うてんねんみーたんたんたんみりたんたん怒るより怒られるのが多いやろ、うん、そんなことないよな、うん、なあ、うん、うんちゃうわもう言うにやがんおもろちなっちゃん流れ星ありがとう。ご紹介します。あ、そうなんかさ何言おうとしたか忘れた、何言おうとしたか忘れました、何言おうとしたんだっけ。この違う、あ、教えて言う、何教えて言う教えてよ、何言おうとしたん、何言おうとしたんやろ、マジで忘れた。ってことで今日のお昼ご飯はホルモンとこちら一瞬ですけどもう入ってないよ。そうやで、もう全然入ってない。この2つ選んだ理由はあのかりんさんがこのペタグのグミをずっと食べてるらしいのと、あとかりんさんがあのソロコンの時にお昼ご飯がこのインゼリーを飲んでたということで買いました。シークレットにしてきてたんですよねえ。なんでおもろいやばいみんなの前に言うとさ、ちょっとまたそうやってって言われるから。うん。だから、うん、まあ、そういうことですよ。うん。うん、そういうことですよ。まあユーには十分伝わってるかなと。うん。コノンさんが仮にコノンさんが。この本当にカリンさんが好きなんですよ、ね、でも話せないよ。助けてユーリ、助けてユーリン笑顔。なんかそういうのあったよな。何何何、
え、なに助けて、なんちゃら先生みたいな。先生おもろい。ホルモン食べ終わりました。早くない？なくなるの早い、うん、あ、ミリアやった、びっくりした、バシシに来て、すいません、先輩やと思いました。かわいい子、ありがとう。もうそういうこと言うと照れるやん。大好き大好き。あ、じゃあそういうことじゃないです。誰にも大好きって言ってるわけじゃないです。うん、エラだけ。ユーミンもめっちゃ言ってた。やばいな。エラ言われてないんで。そうやって言うとコノンがみんなを大好きって言うとまた DD って言われんねん。エラも言われる。なんでちゃうねんコノン。え、なんで言われると思う。エラ信じられない。ちゃうねん。 DD じゃないです。エラすいません、どういうその人の配信でそういうことあの宣伝しないでもらっていいですか。はーいやって、かわいい、はーいって言ってきたね。ゆうり大好き。もう何でも大好き。ももたろさん、ありがとう。このマリみたいな、ありがとう。10年前って赤ちゃん、そうやで。 DD って何？マジな、あの全員が好きみたいな、誰も誰でも好き。14年前のメッセージ、メッセージってさ、どういうことなの？コノンは今の自分と昔の自分で共通してることはあのずっと泣いてるってことだと思ってます。その通りとかいいの？その通りとかいいの？分かってくれ。はい、ってことで、じゃあ自分で一人で考えると思っててん、このナングラって。違う、違う、そうやで、ファンの方と考えるらしい。え、そうなの？皆さん、あ、ミリアも知らなかったね。テロップに書こう。びっくりしてさ、あ、コノンもテロップに書こう。ミリタンタンの真似します。待って、英語になっちゃった。ミーの、ね、ナングラってどういうことか。ナングラ、うん、ナングラって言ったらいい。ミーのワンペースに生まれてきやって言いそうなって。え、でもそれミーのなんか似てる人の感じしとったから、似てないやつだから他の人と一緒に考え、一緒に考えようにしよう。恋をするたびスカートひらりひるがえし。みーちゃんさっき初めて生で顔見たけどめっちゃ怖かった。あ、なんかさっき言われてたで。あの、さっきミリアが劇場入っていったみたいな。おもろいねんけど、おもろいねんけど、タコのモノマネしときやって言われた。あ、そういうことね。過去の自分にタコのモノマネ、タコのモノマネしときやって。報告ありがとうな。やめてください。私もタコ卒業するんです。あ、嘘嘘嘘やね。でも多いじゃないですか動物。え、何の話？じゃ、ユーリはだってイルカなんですよ。そうなの？イルカ？せやで、ユーリの絵文字イルカやで。え？なんで？じゃ、なんかそれぞれ一人ずつこの絵文字が考えられて、でユーリパスタ好きやから最初パスタやってよ、うんうん、けどなんかそれをなんかちょっと変えたいねんなって話になって。誰が言ったん？これ旧期生コノンが言ったの？コノンが、じゃ、だってユーリドルフィンやってたやんか、だからイルカ、イルカどうですかって言ったら、あ、いいやんって言われて、うん、イルカになったユーリ。あと使っていい？先輩だったね。ユーリイルカなんで、皆さん、ユーリはこれからイルカのモノマネしなく。イルカってどんな鳴き声？キュイーン。キュイーンや。キュイーン。だから、こうやってドルフィンした後に、キュイーンって言うの。どう、ユーリ、かわいいって。声でかい、でかいって言われてる。え、ごめん。コノンの？違います。コノンちゃんが声でかいって。さっき。ねえ、でかいとか言わんとって、これでも小さい方なの？恋をするたび。うん、ね、14年後も泣いてるでやって、14年後も泣いてるでって書けばいいの。それでもいいか。いいやん、14年後しよっかな。みんなナングラ考えようか。じゃあナングラ終わってるからゆっくり。ちなちゃんハートありがとう。相方の、相方のみーちゃんはって書いてる、うん、みーたんここにいます。みりたんたんね、これさ、ちなちゃんハートありがとう。ハートありがとう。配信して
石山沼に引きずまれそう、引きずま、引きずり込まれそうになってます。やめてください。あかんよ。もう千尋はルンルンしてるやん。え？ダメやねみんな。ノンノン。可愛くない？コノンはコノンやからさ、ノンノンって。ノンノン。誰か反応してもらっていい？誰か反応してもらっていいですか？アイシャン。おはぴよん。あるよ。マッチさんハートありがとう。ありがとう。コノン14年前0歳。せやで生まれたてやで。まだ病院おるんちゃう。生まれてないんです。お腹の中に。誕生日的には。誕生日的には生まれてるんですよ。おぎゃおぎゃ。ゆうりも6歳。ゆうり6歳やってかわいいな。うちなんて小1の代幼稚園生。でも何小1じゃない？小1？6歳小1？でも6歳やからちゃうわ。まだギリギリ幼稚園ぐらいの。で次が7歳になる年やから小1か。マッチさんハートありがとう。お父さんとお母さんメッセージいいね。ハートありがとう。キンキャメさんハートありがとう。ありがとう。あ、キンキャメさんハートありがとう。ありがとう。160？ うん。60がいい。可愛いから怒られてる気せえへんやって。今日のお弁当は？可愛いって言われた。どうしよう。キンキャメさんハートありがとう。今コノノのブログ上がった。ほんまにみんな見てください。今更やけどコノノもまめ登録ありがとうしてくれた。でもなみんなな覚えてるね。ありがとうございます。ありがとうねみんな。ありがとう。ありがとうね。鉄メガネさんバラありがとう。バラありがとう。あーみんなこんにちは。カラムーンさん星ありがとう。待ってカラムーンさんはうちのありがとう。うちの部屋にも来たで。カラムーンさんあれれあれれあれれ。カラムーンさんどういうこと。すいません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 あすいません失礼いたしました。すいませんちょっと推し変したかな。えしてへんやんなカラムーンさん。愛車推しやんな。じゃあつらないでください。すいませんすいませんあ、でも私の配信もよく来てくださるんです。あ、そうなんや。いいや。やきもちやきもちかわいい。いやな。やきもちやってみんなも。だるまありがとう。誰かコノに嫉妬したことある？ふんじさん。ないよな、そりゃ。誰かあるかな？ないです。ないですって言った今。ないですって言ったな。なくないよ、あるよ。このままみんなに嫉妬してる。あ、うちが探してたゴム、ここにあった。爆笑。ゴムの話だっけ。さよなら。すいません。すいません。かりんさんの好きなもの、そうですよ。もう把握しちゃいましたとか言ったらあかんで、ね、もうさ嫌だ。このちょっと中野未来さんとなんか似てるなって思うんですよ。そうだな。自分で思うの。照らし合わせる。あのかりんさんが好きなところとか。あー確かに。恥ずかしい。すいません。コノンが騒いで、ミリアはお弁当だけのやつ。安定。やばくない？安定やな。ミリタンはひどい。この前コノンのサラダチキンの、あの汁を自分のところにこぼした。最悪や。おバカちゃんですよ。おバカちゃんなんですよ。コノンはちゃんと置いてたのに、なんか自分でそれ持って自分でこぼした。サラダチキン
チキンの汁って何？あれって汁物なの？じゃあ食べ終わって中にさちょっと汁あんねん。え知らん？油みたいなやつ？違うよ。何？知らないの？鉄メガネさんペンライトありがとう。マッチさんハートありがとう。じゃあいいよ。ヒロトさんハートありがとう。これ用はちょっとこれ。かりんちゃん推し奇遇。そうですよ。やばいやばい。急にやばい。炎テンション高いな。やばいもうさあかんねんこのほんまにもう千尋化したね。なんかさ千尋ってさちょっと変態気質あるやん。うん。やめよ。あの憧れの方に対して。もう炎もそうなってしまった。イロハもそうなっちゃった。いやあかんあかんあかん。じゃイロハは全然ないよな。十期生変態増やされて。イロハこれ以上増えないで。変態じゃないイロハ抑えて。違うんですよ炎も。じゃあ未来さんもあるやんな。NMB 入ってからかりんさんのこと大好きになったんやんな。そうなの。そうなんですよ。そうなんですよ。で、コナンもそうなんですよ。あの、違うんですよ。NMB をあんま知らなかったけど。ねどうしよう、ゆうり。変態配信になっちゃう。それは困る。だいぶ困る。でも、やっぱりこれ言うの、でもさ、これをあの皆さんに公表すること自体、これが初めてなんですよ。今まであんま公表してなかったんですよ。何部が考えたの？憧れの先輩には言ってたんですけど、どうしよう。最近は夜にあのかりんさんの YouTube を見ることにハマってます。全部見てるんですよ。昨日は愛車頑張ったの。あーそうだね。地面しか生配信あれ生配信あ、だか、あ、みゆきさんやからしかなんですね。そう、配信します。みなさん、はい、アイシャ頑張りましたよ。ありがとう、この2時から、2時からな。そうやで、ね、あ、こんにちは、こんばんは。おもろい。自由な配信やなって。自由でしたね。自由性、じゃあ最初はさ、コナもさ、なんかさ、家でさ、こう固まってさ、あ、こうコメント読んでいくだけやったけどさ、なんか慣れてきてさ、こういうみんなと話すようになって、ホルモンってお肉噛み切れない。うん。そうですよ。なんかユーリは噛み切られへんからホルモン食べれへん。可愛くない？マジで可愛い。ほんまに可愛いねんけど。ほんまに可愛い。大好きやで。このがどんだけ大好きか分かる？うん。あ、分かんの？あ、分かんのか？分かんのか？伝わってる？でもユーリからの愛伝わってない。悲しい。悲しい？え？伝わってない。え？このに愛あんの？みんな聞いた？もうやばい。どうしよう。大好きやで。ちょっと来てほんま。ユーリ。ユーリ。今日が見て動こうとせえへんのおもろない。ユーリマスクしてるもないし食べなさい。マスクしてるホルモンなくなった。ユーリは近くに風鈴笑顔です。最近こうユーじゃなくてフーって言うねんな。え、そういうの風鈴笑顔。なんでなんか、なんかな。うーユーうーうーあ、うーやから。そうそう風鈴うーやから。ゆうゆうってこれふーと同じ口やん。ゆうとふーと風鈴笑顔。風鈴笑顔。夏の女ですよ。な、いいやん。自己紹介考えよっか。はい。リンリン。あなたの。あなたの風鈴鳴らして涼しくするのは。でもユーリ夏生まれじゃない。これよくミリアがそれやってる。うん、確かにやるよな。うん、おもろない。やってる。かわいいバブちゃんみたいやな。何食べてんの？いつものやつかな。ミリアこれ好きなんやな。タクワ入ってるやつおもろい。
パラパラパラ。みんな。かわいい。もうゆうりかわいい。ほんまにかわいい。なんでそんなかわいいの。はい、じゃあ来てよ。はい、呼んで。前髪死ぬほどキモいねんけど。ちょっと待って。でそれフータンのやつやん。やばい。長いから。長いからさ。ガチの釣り師さんハートありがとう。鉄メガネさんペンライトありがとう。ガチの釣り師さんハートありがとう。じゃああれあれ見たで、あのさ、はい、くし、あの裏ナンバちゃんにあの愛車と風花と琴音とくるみが、うん、あのやってるやつな、あれがあのとうとうあの劇が上がってたんですよ。そうやね。でそれでなんかもうくるみのさ、くるみちがおもろすぎる。くるみちやばいやろ。くるみちやばい、ほんまにマジでやばい。ハートありがとう。マジで DD じゃないです。もう泣かないでやってごめんね。何グラってどういう意味、何意味、ナンバーワングランプリ、そうナンバーワングランプリ。皆さん一緒考えてください。14年前の自分に何を送るか。どうもナイスハイテンション。え、うちは届いた、ありがとう、ありがとう。皆さんグッズも販売中なので、チェックお願いします。おろキラキラキラ。まださイルカの下りのとこや、この やばいって全然読んで、ちょっと待って。あ、ギフトだけ。鉄メガネさんバラありがとう。マッチさんハートありがとう。なんですか、なんでさ、そのみんなさ、なんかこのいじめる、このいじめる、もっと大きくしようか。めっちゃ火がいってるよ。ちょガチ泣きするで。ガチ泣きしたらミリアが悪いことになるんで。まだ生まれてない。眠いされた。うちは聞いてるよ。ありがとう。愛車だけや。カタヤンさん流れ星ありがとう、ありがとう。あ、カタヤンさん流れ星いっぱいありがとう、ありがとう。マチヒロさんハートありがとう。え、ちひろ行きなさい、21歳。町広さんハートありがとう。今日京丹はまだいないです。京丹まだいないですよ。あんたいつから NMB 知ってるの。いつからやろ。でも自然に知ったんですけど、 NMBB っていう組織を知ってるぐらいで。いいか、組織、いや間違いじゃないです。組織を知ってるだけで、あの詳しくはないんです。 NMB を知ってるってだけ、名前を知ってるぐらいでした。このままめっちゃお姉さんに見えるやつ。確かに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 。別にイロハに言ってるわけじゃないですよ。え、髪の毛ありがとう、ありがとう。サラサラやって髪の毛思う。だってストレートアイロン、ストレートパーマみたいなしましてる、してます。ブログにも載せましたけどね。ミラコさんといえばこじこじりさんのストーカー。でもさ、こうもさ仲良くなりたいんですよ。だけどやだ。ちひるいないとこでいじらない。ちひる、ちひるね。変態はバレてる。なんでなん、この変態ちゃうからな、ほんま。なあ、なあミリアン、だってな、レッスン中も変態。なんで？だってアキラ先生がさ、ダンスを教えてるだけやのにさ。ちゃうな、それミリアやから。なんでなんでなんで。コノンはミリアに笑ってんねんね。だってさ、
ミリアがさなんかめっちゃさ笑ってるからさなんかそれにさつられちゃうね。今度だって笑ってないからこう笑ってないから。この間はスーパーにドキドキしてたのに。そうですよ、だけど違うんですよ。さくらさんももちろんあの大好きですけど、もう一番はもう圧倒的です。圧倒的なんです。本当に本当にもうどうしよう。あのかりんさんとなぎささんがもう大好きです。すいません、あの映されてください。すいません、すいません、すいません。わらわら流れ星とか、あーやりたい。ありやろ、あり、すいません。じゃミリタンがなんか来た。多いナングラ、ちょナングラしたいです。皆さんちょっとすいません、それ私の。これもさん、レイバーさん、ありがとうございます。じゃあマハさん、これも違う、違うよ。これもミユさんでしょ。申し訳ない、ヒョウ柄のクマ、ありがとうございます。15位ありがとうございます。ナングラ、ナングラ考えましょう。ナングラ考えましょう。コノンちゃんこんにちは。コノンちゃんの笑顔パフォーマンス大好きですよってありがとう。コノンも大好きだよ。やめてください。あのさ、アイドル失格のさ、ミカナさんのさ、みんな大好きだよーがもうかわいい。あ、そう、映らないでしょ。ギギャメさんハートありがとう。デツメガイさんハートありがとう。レンタはトムで、あ、トムじゃない、レンタはチヒルンで。14年前何歳？うんと、0歳。0歳だよ。カタヤさんハートありがとう。ありがとう、ハートありがとう。ミリアの声聞こえへんやって。え、何その、コナの声聞きたくないけどミリアの声聞きたい。何ですかそれは。何ですか。ミリア声ちっちゃいからな。ミリの声聞こえへん。ちょっと近づいてみた。イロハン、ミリの声聞こえへん。え、いや、さっき聞いてたけど組織、すいません、組織。こんにちは、タケドンさん、バラありがとう。バラありがとう。皆さん、ナングラ考えましょう。流れ星行きたい、やりたい。皆さん、ナングラ考えましょう。何がいいやろ、ほんまに。何がいいんですかね。初めまして。何がいいですかね。いつも楽しそうでいいねって。そうですよ楽しんでる、頑張ってます。マイク落とさんように握力鍛えときややって。待って、やばい、めっちゃタコ浮いてた。え、でもわがままやないですね。え、じゃあじゃあじゃあタコを送ってくださって、そしたらこう宙に浮いてんねん。タコだけ、タコ物理的に浮いてるんだと思って。やばい、すごい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ムッシーさん、タコありがとう。タコありがとう。コノンが映してくれん。いいよ。なんでそっち行くの？だってこのどっか行ってる。ミリタン？あ、ちょっと待ってね。偶然に流れ星。なんでこの前の？武田鉄矢さんのモノマネできるやって。テナさんが武田鉄矢さん。急に僕だよ。なあなあ。でどんな感じ？ミリアちゃんってさ、僕の髪なんですと？なんですと？髪の毛かけ上げてある。あ、そう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 。当てる？で、なんでストーっていう。なんでストーっていう。武田鉄矢さんってなんでストーっていう。なんか武田さんに関西語にちょっと言ってるやつ。え、声は声は。チロみたいに馬みたいに見えかくって。なんでストーっていう。いやいや、恥ずかしい。ね、物物って。こうな。似てる。いくで。似てますか？似てる気がする。頑張り頑張り。似てる。なんですって。あの、ミリアちゃんですよ。どう書いてる？もう嫌やー。めっちゃいいね。なんですとってやばいな。
あ、バカ、バカチンガーってやつですか。大人になっても消さんといてないといいね。おもろいな。金キャメさん、虹ありがとう。青いホースでって懐かしいな。青いホースで水をまこうか、飛びすぎる行動。今5人中3人おるで、ここに1、2、3。おもろいわ。驚かないでアイドルになってるから。なるほどね。驚かないでアイドルになってるからやって。驚かないで、0歳の自分にさ、驚かないで。おもろいな。え、なんかさ、1位になったらさ、すごいねんな。そう、高級ホテルみたいな。黒島、へへへ、タイ見習いポンさん、流れ星ありがとうね。いろはさん、いろはさん、いろはちゃんを押し増ししそうやって。やった、ありがとう。ありがとうちゃうねん。あかんよ、あかんよ、あかん。朝なや、あ、当たり。おはようちゃう。14年後間違えてアイドルになるけど頑張る。間違えてな。金キャメさん、ミラーボールありがとう。ありがとう、ありがとうね。私カルボナーラ。マチヒロさん、だるまありがとう。だるまありがとう。アイドル入ってみて、これしといたらよかったって思うことがあれば、何グラなりそう。アイドル入ってみて、これしといたらよかったって、これしといたらよかったってどういうことですか。これしといたらよかった、これしといたらよかった、これしといたらよかった。あ、ちょっとネタかぶってね、ずっと笑っときやって。この静かにできてるんだ。え、もういじめられてんねんけど、なんでこんな攻撃を受けるんですか。わかんないよ。わかんないよじゃないんでしょ。うん、はぁ、いろはの声聞こえへんって言われたで、さっき。このそれはあなたの声がちっちゃいんですよ。しんさん、ハートありがとう。なんかこの大きくないよな。みきは朝配信。なあ、みんな黒髪の私さん、誰も反応せえへんって。やばすぎ。みーちゃんとこから帰ってきたらボリューム横に何時、え、すいません、ごめんなさい。ひさまるさん、ハートのあれありがとう、ありがとう。俺はふーたん、もうさ、みんなあかんよ。このマシマシはいらんの、このマシマシしてよ、みんなあかんよ。あさやんさん、音符ありがとう、ありがとう。じゃあ、ほんま何グラどうしますか。で、何グラってさ、どういうのがいいんですか。ちひるんさん、何グラってどういうのがいいんですか。リフォームしときや、あー、言ってたな。え、あれって大喜利なんですか。あれ、大喜利大会なの。バカさんとめっちゃ良かったです。何？なんかゆかさんとのツーショットと、うん、なんか14年後アイドルみたいな。隣におる。そういうのがいいってことですか。めっちゃ可愛かった。可愛い。どうしようかな。くるねえ。アセアンさん、オッパーありがとう、ありがとう。ナングラ、14年後もちゃんと靴返すんやね。もうさ、いじってるやんなあ、いじってるやん、靴返せ、いじってるやん。こっちは真剣に泣いたんやで、ね、もうみんなひどいよ。もうさ、最近さ、浅野のさ、喋り方が映ってきてん。え、もういじってるやん。やば、やば。あさん、口癖らしい。でも大好きって言ってるらしいんだけど。やば。ねえ、口癖おもろい。いじってるやん。色味は？あ、どうしよう。あ、これこれこれ。え、たどけんさん、クマありがとう。
これひょうくまって言ったらいいの？ありがとう、ひょうくまありがとう。コナンちゃんも DD だから押し増ししても、じゃあコナン DD じゃない、本当に違うの、本当に違うよ。もう泣いちゃう、本当に違うんですよ、本当に違いますよ、違う、本当に DD じゃないんで、もうコナンだけにして、みんな単独にしなさい。嘘ですよ、全然大丈夫です。おしまししてもいいけど、このが一番ね。ね、ここにさ、ちょっと鏡にさ、イロハ映ってる、おもろ。え？ここにちょっとイロハ映ってる。え？イエーイ、手振って。ちょっとギュッとしよう。めっちゃ映ってる。ちょっと映って。はいはい、はい、行きます。あなたたちその枠狙ってんの？やば、ね、なんかちょっとギュッてグッとしてる。じゃあミリアさ、この前さ、この音やりたいって言ってたよね。言ってたよ、言ってたよね。なんで浮気してるんですか？いや、この音やりたいって言ってた。ありがとう。え？いや、2人で何の曲やりたいって言った時さ、チュッてギュッてグッドって言ってました。言ってませんよ、両方言ってました。最低、最低です、本当に。なんで忘れちゃうの？コナン、ちょっと怒ってるよ。アセアンさん、ハートありがとう。チュンさん、星ありがとう。何怒ってるって。ありがとう。そろそろなんか中学生組怖いねんけど、ちょっと。何怒ってる、みんな怒ってて怖いね。静かにしてる、みんなバチバチしすぎ、中学生落ち着いて。ありがとう。ほんまにお願いやから、中学生落ち着いてほしい。はよナンバーワンになるネタ考え、え、そうですよ、考えよう、みんなで。ガチの釣り師さん、バラありがとう。サダシャンさん、ハートありがとう。みんな考えよう。今何時ですか？心配ありがとう。オッケー。全然ありがとう。ファイヤー。ファイヤー、そこ飛んでる人。ファイヤーサウルス。何がいいでしょうか。ファイヤー何？何がいいやろ。ファイヤーさん。ごめんなさい。ファイヤーさんって呼んどこかな。じゃあユーリ。ユーリちょっと来て。衣装綺麗です。ユリちょっと来て。いいよ、おいでこっち。ユリちょっと来て。ちょっとこれ映ってて。ちょっといた映って。どこ行くの？白三兄弟。おはよう。ユーリンです。じゃ一緒に考え。何何何？ここにいたら高山。ああれ？何グラ？朝なんか静かでうるさいで、ほんまに。朝の静かな、うるさい。かわいいの、絶対ありがとう。朝に寝てください。どうしたん？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 出といて、出といて。出したん？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 ごめんなさい。なんかの急に。申し訳ない。急に。朝のとこで、ね、みんなやめて、朝なんとか聞く、なんかじゃなかった。大人っぽくなった。違うんですよ。あ、みんな朝の今日あれ飲んでんで。で、ちょっと私の変化さ。飲みたい？朝の今日どうも。どう？ちょっと短くなってね、気づいた。そういう話してるうちに。ちょっとこういうこと。そうです。ちょっとみんな気づいた。ストレッチしてます。ずっと言ってなくて。一回切るわ。
ごめん、一回切るわ。ごめんな。え、なんて言ってる？ねえ、ごめん、みんな。あ、じゃーん。朝なんやで、みんな。おはよう。みんな切ろう。ねえ、みんなごめん、後でさ、すぐ切る。あ、すぐやる。すぐみんなおはよう。これ聞いた方がいいんじゃない？みんなありがとう、ありがとうございました。ちょっとバイバイ、一回切りますね。バイバイ、ありがとう。バイバイ。ごめん、あ、いける？こうやっていけるよ。バイバイ、みんなありがとう。